質問です。物事を教わることで、教わらなかった時に見えていたはずの答えが見えにくくなるという矛盾があると思います。先生は何かを教える時や教わる時に注意していることなどありますか？教わる時に注意してることないね。ないですね。そのままストレートに受け取るものは受け取るっていうだけで、その後自分で考えるってだけだから、教わる時に注意してるっていうことはこんなにないかな。あえて言えばどんな変なものでもいっぺん聞くっていう感じだし、定説とか長いもの系の意見っていうのは基本的には疑うようにはしてますけども、でもいっぺん聞くのは一応聞きますよっていう感じやけど、どっちかっていうと僕の立場としては教える時の方が問題があるというか、意識することはあると思うので、教わらなかった時に見えていたの答えが見えにくい。答えになってるかどうか分かりません。質問的にはいい質問のような気がしますっていう感じだけれども、何かの方向性とか何かの考え方というか手法論かっていう風なのを見せようとして教えるっていうことがないんで、こんなもこんなもあるこんなもあるということで紹介することはあれど、僕が教える時は全てとにかく前提に戻る、前提に戻る、前に戻る、本質に戻る、原因に戻る、基本に戻る、基礎に戻る、とにかくそこだけを意識してやっているということなので、この話とかいう何かを教わって見えにくくなるとか、まあ逆もあったしかりなんだと思うんだけど、そういう話じゃなくて、基礎が分かれば、基本が分かれば、他の様々ないろんな人が言ってる物事や考え方っていうのを全部理解できるんですよ。基本が分かって基礎が分かればね。で、その嘘というか、嘘っていうのもまたその人の見方によるけど、それも全部簡単に見抜けんねん。どんなインフルエンサーが言ってよう関係なくなるんですよ。っていうことを教えているので、その意味で別に僕のことも信用する必要はないって話になっていくんですよ。だから、こういうふうなことを意識して教えるってことはないっていう感じかな。一番意識したらそういうことやな。次。はい。